京都市立安守小学校は、京都府京都市の公立小学校。京都市山科区に位置する小学校。1968年4月に、京都市立山科小学校安守文校として、開校した。2014年5月時点の児童数は246名。学校の所在地である安守の地名は、古くは北方を安城寺南方を須作と唱えていたが、 いつの頃からかそれぞれの地名の上の字を合わせて、暗種と称せられるようになり、広く大きい地域を指すようになった。暗とは安らかであり、子供たちの安らかな成長を願っている。種とは、辞書に木の真ん中、底範囲とあり、木の幹の真ん中の赤いところを示す。すなわち、暗種とは、子供たちの純真ママ、な美しい心と燃えるような光学心を表し、 この校名には、美しい心を持ちひたすらに学びやすらかに伸び伸びと育つ、子供たちの大きな学校という願いがこもっている。平成26年度教育調査統計案首相30年の、歩み京都市山科区のプロフィール山科区の、追い立ち案首相30年の歩み京都市、山科区のプロフィール山科区の追い立ち案首相30年の、 歩み安首相三十年の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 歩み安首相三十年,年の歩み、ありがとうございます。